山城新作は、飛鳥時代から、奈良時代にかけての官人。姓は忌みき、遺械は、16以上。山城氏は、露国の白竜王の子孫とされる、都来系氏族。川内氏、大氏などと同族とされる。河内石川郡山城里の出身で、文部、元明、元正聖武天皇の四代に仕えた。 小僧院文書の養老五年の戸籍に古紙として、その名が見える。山城いみ新作墓誌山城新作の墓誌は、昭和二十七年に、奈良県内郡大ア村の同村立大アタ、小学校から発見され、翌昭和二十八年十一月十四日に、国の重要文化財に指定された。昭和二十九年には大アタ村が、記念碑を大アタ小学校の西方の丘に、 混流したが、後、平成16年には、五条氏が道光跡地の北方に、これを移転し、改めて検証した。しかし、発見地の大当小学校に、新作の墓があったというわけではなく、明治時代の学校建設工事や、第二次世界大戦中の開墾などにより、付近の吉野川に沿った丘陵の尾根傾斜地から、出土したものが学校へ持ち込まれたものと推定されて、おり、 正確な母子の湿度地点を及び墓の所在地は不明である。同母子は縦2 8 0トルに横5 7トルの前面に途近した短冊形の中道板で表面の円に海鮮と魚こちを施し、その中に経線を2帖引く。産業76時の母子名には新作が4代の天皇に使え、 人気5年11月25日に死去したことのほかに、藤原家から山城里へ嫁いできた妻の茅井美紀、秋葉が養老6年6月14日に死去したことが記されており、新作の死去をもって、夫婦合奏に改められたことが推定される。名文は以下の通り。ところ地天火事、カルテンのおよい来イタリウ4、次氏法師人河内国石川国山城56以上。 山城いみき新作母親11月2 1日、聖教また妻教人同国文豪を移り変えいみき、秋葉人術6月14日、聖、ありがとうございます。